決合格横山で受かる可能性って痛いんですか、4年間のデータ分析してるんですけれども、とはいえ補欠合格がどれぐらい出るかっていうと、多分ね、さあ、で始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は平田ズヤ、早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、俺が言えないもんね、確かに。今回は私からの質問どうぞどうぞ。いつもおちゃんってくるんですけど、私が今日質問があるので、ね、言おうと思っちゃって、横山がいっぱい早稲田を受けたわけですよ、うん、こっちとら予想してなかった補欠合格っていう状況になって、どうなのみたいにね聞いた時に、うち動画作ってるよみたいな話してたんで、横山の受かる可能性聞きたいんですけど、ね、今もね、汚いサムネって言われて、そうそうそう、サムネが入ってね、まあ、横山くんが補欠になったのは人間科学部っていうところで、はい、まあ人気が上がってますね。4年間のデータ分析してるんですけれども、実は人科22年が補欠合格取ったの0人だったんですよ、はい、まあ、それまではある程度落差があったりしたんですけれども、2022年から2月入試での通常合格の広告みたいなもんやろ通常合格が増えたんですよね、こんな感じでね、2022年から。でも増えてもまだ補欠取って入学許可出すっていうか、人数欲しがってるなっていうのはすごく見て取れるんですよ。だいたい800-930人ぐらいを欲しがってるなという印象なんですよね。とはいえ補欠合格がどれぐらい出るかっていうと、多分ね、過去のデータから考えても300弱です。300人弱ぐらい出てます。その中で約 20% ですね、補欠合格の上位 20% に入っていたらば取ってもらえるんじゃないかなっていうような印象かなと思いますね。21年が300人、うん、そう、補欠が出てて、190なんだけど、2021年はただ通常合格が少ないんですよ。あ、通常合格が595人、うん、最終的に191人、だいぶ入ってる。そう、そしたら次の年反動でゼロみたいなね、うん。まあ反動っていうかね、こっちでたくさん出してるんですよね、通常合格で。通常合格を760出してるから、そう、補欠合格あんまり出さないであげたいなっていう姿勢は見て取れるんだけど、まあ2023年また補欠たくさん出して、ぐっと取ってるんで、60人とか取ってるから。何人取れるか。人科は出してないじゃないですか、順位。うん、出さない。てか早稲田全体出さない。慶応とか出すんですよね。慶応はだからね、うん、補欠 A みたいなね、 B みたいなのがあるんですよね、うん、それがないんで、基本的に早稲田全部補欠出る。出ます。へえ。全学部出ます。補欠合格取ってもらいやすそうだなって学部とね、絶対取らねえだろみたいな学部とかもあるんですよ。例えば早稲田政経とか、もう毎年ね補欠合格結構出すんですよ。もう何人って本当に出すんですよね、うん、なんだけど、もうずっとゼロなんですよね、補欠合格の合格者数が。何のためにされてんの？そう、100何十か200人弱ぐらい出すんだけど、ずっとゼロっていうまさかの数字が、出す気ないだろうなぐらいに思っちゃったりするんだけどね。商学部去年補欠合格が復活したりしましたからね。2年連続でゼロ人とかだったのに、去年たまたま144人入学許可出たり。商学部のいいところは、昨今指定校推薦とかが増えたりしてるから、一般入試での合格が少なくなってきてるんだみたいな話とかよく聞くじゃないですか。早稲田明らかに増えてるんですよね、商学部に限らず。自分のところの動画でも言ったんですけど、早稲田って歴史紐解くと、2月入試の合格者数ね、2019年がむっちゃ少なかったんですよ、絞り込みの政策の影響で。そっからぐーって増え続けてきてて、今なおまだ坂を登ってる状態だから、世の中的にはどんどん減ってるっていうのは分かるんだけど、僕こうやって数字で追っかけてるとね、いや増えてるな早稲田はみたいなことを思ったりしちゃうんですよね。早稲田受ける人だと明治受けるけど、明治も一般入試多いですからね、うん、僕は普通に入試で大学受験を志していくっていうのも、メディアは全体を見てるけど、うん、この森鉄チャンネルを見ている人の界隈だけの話で言うと、俺はまだまだ未来明るいと思うよって。補欠は他気になったとかありました？最近の見て。早稲田の補欠合格で、まあ、検索したら一番最初に早稲田合格塾が。そうなのよ、早稲田補欠合格で検索すると、早稲田大学の補欠合格発表する掲示板より上にうちが出るっていう、まさかの事態になってる。みんな気になってるってことなんでしょうね。それぐらいやっぱ補欠がだいぶ出てるってことだっていうのが分かるわけ、うん、出てるんですよ。受かろうだと合格者だとさ、画面違うんですよね。そうだよね。それで和子が映っちゃってるから喜べない、うんそう、ログインしてすぐに違うんですよ、画面が。ボタンがある、合格見るみたいなボタンがあって、うんうんうん、そこ行くと合格ってすぐ出る。そうなんだね、喜びをひねり出すみたいな。家族はもう分かっちゃってる状況で、うんうん、それ見なきゃいけなかったから、ね、嫌だったって喜べなかった。横山の方はそれが映ってないから、俺はその時は知らなかったですよ、そんな演出があるなんて、うんうん、まあ一個ずつ見てたわけですよ。和子の時にあったボタンはなかったんで、はいはいはい、ずつ見てて、コメントとかも確定演出がないんだから、うん、もう落ちただろ落ちただろみたいな、来てたら補欠出てたからびっくりみたいな。なるほどね。
ね。補欠はどっちバージョンで出てるんですか？補欠は不合格と同じ。同じバージョンで出るんだ。ああ、なるほど、ね。そうなんだ。カズコが受けた補欠合格じゃないや。スポーツ科学部で言うと面白くて、かなり補欠出して入学許可出してくれるんですよね。2022年なんか91人出して91人合格してますからね。全員だ。補欠、そう。補欠で全員。大体補欠合格、22年は運が良かったんだけど、大体半分以上は補欠合格は入学許可取ってくれます。他はね。じゃあ、滑舌の悪いマッチョも。滑舌の悪いマッチョ、あいつはもう補欠合格したやろうな。多少滑舌悪くても通り抜けられるというかね。あと補欠合格に関して意外かもしれないけど、国際教養学部もすごい。めっちゃ取ってくれる。2023年151人補欠出て151人通ってます。全員通ってる。国境もねめっちゃ取られるんですよね、補欠。だから最後の最後までマジで国境は可能性わかんないですよ。諦めないで。遅いんですね、とにかくね。遅い。3月半ばとかからスタートだから発表がね。特に人科なんて3月20日だったんで、うん、もうちょっと早く出してくれよっていうか。確かにね、そうだよね。人科の補欠ちょっと遍歴見てみましょうか。人科に関しては、人科の話した最初にしたよ。あとなんか話しておくと良さげなとことかあります？尺の問題で。理工は？理工に関してはね、むずいんすよ。補欠合格出るときと出ないときがね、差がすごい。差がすごくて、なんでこういうことが起きるかっていうとね、年によって一部の学科がグッと補欠合格出してグッて取るみたいな。10校以上ぐらいあるから、学科がね。000070400、うん、みたいな感じ。理工学部全体で言うと、取ってもらえるぞって僕も言いづらいんですよね。うちの学科関係ねえし、みたいな話になっちゃうから、読めないっす。22、21年とかね、147、168とか出てるけど、うん、そう。例えば、一つとか二つの学科が、集中的に補欠合格出して、集中的に人数取ったみたいな形ですね。20年は0だし。そう。23年は12だし。だし、そう。ああ、そういうこと。理工は、学科ごとで補欠を見ないと言いづらくて、ただ一つ言えるのは、出るとしたらば、2年連続でたくさん出るみたいなこと、うん、記憶にないんですよ。昨年僕が受ける学科は出てないなと、その前も出てないな、その前も出てないなみたいな感じになると、逆に確率あるみたいな話になるんですよね。何年かに1回出るみたいな、スイッチのゲームみたいな感じのなんかこう。わかりました。まだ横山に可能性はあるということで、上位 20% に入ってればあるということですね。私はイギリスに行ってるから、もしかしたら帰国まで結果は出ないかもしれない。イギリスっていう国はないんだよ。そういうこと。今日先生のやつ、またそういう、もう森哲くん知らないな、まだ世界を。知ってますね、何回も見たから。今日先生のやつということでございました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching. はい、そこのあなた、ここで離脱しない。今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。